舞台監督の山瀬と申します。よろしくお願いします。ちょっと転換を見ていただきながら、あの歌舞伎の舞台というのがどういうふうに成り立っているかということを、ちょっとご説明したいと思います。普段あの裏方ですから、こういう表に出るということは非常にないんですけれども、今日は特別ということで、ご説明させていただきます。で、今ここの舞台にかかっているのが、これが常識幕っていって、常識っていうのは定める式と書きます。常識幕といって、決まった形の幕ですよという意味ですね。常識幕で、常識幕で問題になるのが、この緑と黒茶色が萌え木っていうんですけど、これの配色がですね、歌舞伎座系と国立劇場系と配色がちょっと違う。で、もう一つ、あの中村座はこれにあの白が入りますからね、まあ特殊な幕になりますが、で、あの昔はあの例えば歌舞伎座の配色は、大昔の江戸時代の森田座の系統だとかいろいろあったんですが、つい最近また新たな学説が出まして、それは間違いだと、今までの言ってたことが逆の説が出てきましたんで、多分まあどうでもいい話ですが、そういうことです。で、あともう一つ問題になるのが、今度は上手から引くのか下手から引くのかということが問題になると思いますが、ちょっと大徳さん、幕を開けてください。で、ここはあの上手から下手に開けてます。で、あのよく皆さん、あの大歌舞伎を見られると、下手から上手開けてるのにどうしてっていうふうになると思うんですが、ここの場合は下手から上手に開けますと、今あの頂戴って言いまして、出語りを、竹本の出語りをあそこでやってますが、それとそのプログラムが書いてあるめくり台と幕が風ではらんでしまってぶつかるので、上手から下手を上げてます。ですから、どちらが正解ってことは何もないんですね。この幕の開け方に関しては、その場その小屋小屋でいろんなその立て方の条件が違うと思いますので、それで上手から開けたり下手から開けるんです。で、本来はあの江戸時代に、まあ、人形浄瑠璃から始まった時には、あの上の上手側の黒い板の上にすだれがかかった絵がありますね。あそこは太夫座といいまして、あそこで語っていただいたんですね。で、上手から開けて、その太夫座の下が下座といって、今下座はこの下手におりますが、もともとは上手におったんです。で、上手の太夫座の下におったから下座っていうんですね。で、それが下手に移ったことによって、幕が開くのが下手から、今日の始まりは、ちょっとあれですが、下座から始まって、最後締めて打ち出しも下座で終わりますが、それで今あの下手から開けたり上手から開けたりっていうのが決まってきたんですね。で、ちょっと転換をしてください。上手からの大臣と頂戴はもう片付けていいです。で、県内は誰か、ちょっとあの県内傷つけないように県内を避けて、からこちらもあの今、正面にあるのが松ばめといいますね。亀板に松が書いてあるから松ばめといいます。で、本来は能舞台から歌舞伎舞台が来てますから、能舞台の時の正面には鏡板といって、松が書いたのは鏡板といいます。で、こちらの入り口の上に竹が書いてありますから、これ竹ばめって言うんですね。で、実はあのよく見ると、この金具とかこの赤い綱とかですね、これはあの特注品になりますので、べらぼうに高価です。だって年間に何組出るかといったら、10組も出るか出ないかですから、ものすごく高いんで、もったいないので、ここは実は絵で描いてあります。でも遠くから見るとあんまりわからないでしょ。これはあの舞台の大道具っていうのは騙し絵の世界ですから、いかに騙すかってお客さん。じゃあ松葉を飛ばしてください。
でも入り口、捕獲口を片付けていいです。からこちらの下田の大事も片付けてもらって結構ですし、所作をもう跳ねてください。で、舞台に引き詰めたのは所作舞台、所作って言いますが、踊りの時なんかに使うヒノキですね、これ。まあ、ここは多分あのアメリカヒノキだと思いますけども、ベラボーに効果です。で、本来は、あの土足禁止です。で、縦に引いてあって、その後ろに横引き、縦引きと横引きと言いますね。で、縦引きの真ん中にですね、真ん中に1枚置いて、で、上下に振り分けるんですね。というのは、この真ん中に乗るから、所作でこう飛んだり跳ねたり、決まった時に音をするのが、この真ん中でやると音がいいわけですね。板と板の継ぎ目でやると、板の下には玉地といって、それ、端っこの材が入ってますから、そこだけ音がしないんですね。今、見てる、この横になるのが、玉地と言います。で、真ん中にそれが来ちゃうといけないので、絶対に縦引きっていうのは、奇数で引きます。偶数では引きません。で、前に、こういうふうに手掛けがあったりいろいろしますので、それを隠すためにこれは化粧がまちと言います。これ全部バラすんですよ。で、ここは皆さんが座って見えるところも、それから舞台もですね、せり式になってて全部上下するんですね。ですから途中でこの所作を引くというのはもうあちこち天秤だらけで、ダメで、今こう細かいベニヤとかですね、このスベラーズって僕らは呼んでますけれども、正式名称は分かりませんが、こういったものでなるべく下と滑らないような工夫をしています。で、先ほど片付けた大臣というのが所作の上でやってる時と所作を使わない時とまた上下の位置が変わりますので、先に大臣を外してやっております。ここは舞台の奥行きがないので三尺の九尺というのが標準の寸法になってますが、通常の大きなステージですと三尺の十二尺ですね。長さが、長手の方が十二尺が普通です。で、所作が終わったら前ランマーを外して繰り返してください。今日はこうやって女性も3人入ってますが、最近は舞台の裏方もですね、女性がずっと進出してきています。で、男性よりも女性の方がやる気が多いんですね。で、みんな黒を着て、スタッフが動いてます。私も一応黒子のスタイルをしているのは、何かあったら飛び出さなきゃいけない、そのために着てるわけで、別に黒を着てる仕事があるわけではないんですが、それはそれぞれの保存会にやっていただいてますから、もし何かトラブルが起きた時に、私のようなずうずうしいやつは平気で出ていっていろいろ対処できますので、黒を着ています。日本のあれで言えば、黒は見えないもの、ないものという扱いですから、舞台の黒子さんとかね、黒子ってプログラムによっては黒の子供と書くところがありますが、あれはホクロとしか読めませんので、黒子というのは黒の衣装の衣って書きます。衣、黒の衣と書いて黒子って言います。で、今舞台の欄間を外してもらっていますが、
実はこれは世話物といってごく身近な世界の舞台を表現した作りになっています。でここはもう今の奥に黒い幕が見えますが、あそこまでしか奥行きがないんですね。ですから今日は2番だけですからまだいいんですが、番数が増えると大変な作業になります。これ欄間で前についてるから前欄間と言っただけで、で後ろをひっくり返すと御殿の模様になってます。ですから出し物によっては、グレーの壁になったり、こういう御殿の壁になったりしますね。でこういう作業、その毛ほみもからつま手にあるやつも全部変えます。でちょっとそれも戻して固定してもらって結構ですから、奥の襖をちょっと見せてもらえる。実は戸棚とかですね、ああいったものはみんな三尺の六尺で襖仕立てなんです。いいはずです。はい、はい、ちょっとそれの裏手はどうなの？片面か。で実は後ろの欄間のところには敷居とレールが入ってて、そこに襖が入ってて、それで後ろの壁を表現しますね。ですから戸棚の中も全部見せかけです。で正面の今上鉄管の建具で見せてますが、あれが立重さんという障子の名称で、裏は世話になってます。で正面ですから片方しか見えないんで、ああいうふうに使い分けてます。で御殿門になった時にはああいう世話の障子ではおかしいから、さっきの立重さんという形になります。あとは何かありますか？こんなもんかな。もう大臣戻してもらっていいです。大臣が声は戻してください。上手も下手も。先ほどこの下手側の下座のところに黒い、関連車が貼ってあるんですが、関連車の奥に板のあれが入ってますが、黒みすって言います。黒い音すだれとかですね。でこちらをそのすだれがあって黒いあれで、こちらの下手側の下座のことを黒みすっていうふうに言います。これで大体ご説明は終わったと思うんですが、何かご質問があればお伺いいたしますが、よろしいですか？ではこの後30分の幕会になりますので、たっぷりご休憩をしてください。でよろしくお願いいたします。ありがとうございました。